はい、本日はですねこちらモンベルのストームクルーザーを紹介していきたいなというふうに思います。こちらはですねいよいよモンベルということで、これモンベルの中でも結構代表的な、レインウェアというかいうふうになっておりまして、以前ですね僕モンベルのねレインダンサージャケットっていうこのたった1万円台で買えるゴアテックスのジャケットありますよっていう紹介をしたことあるんですけども、今回はですねその時にもよく言われてたんですけど、あのストームクルーザーも紹介してくれって言われてて、よくわからん人からしたら何のこっちかよくわからんと思うんですけど、モンベルっていうねこの日本の大阪のメーカーですわ、なにわのメーカーですわ、ああいうところのメーカーなんですけど、ここの中でもこのね赤のストームクルーザーというモデルは結構代表モデルというか、中心格のジャケットなんですよね。でこれから派生していろんなジャケットが出てきたって言われるぐらい、このジャケットは結構中心的な存在になってて、名作中の名作ということになってますので紹介していきたいなと思うんですけども、このジャケット自体がもう40年ぐらい前から出てるジャケットで、1982年なんですよ。だから39年前かから出てるってことで、僕がですね31歳ということになってますので、あの8歳も年上のね先輩になってるんですけども、これはもう進化してて改良に改良を続けて、これがなんと第9代世代ということで、2019年、昨年から、2年前から、新モデルということで第9世代のモデルになってるっていうことで、若干ねちょっと変わったりはしたんですけども、こうアップデートし続けられて9代目になってますよということでね、こちらのジャケットを紹介していきたいなと思います。ただ先に一つ言わせてもらいたいのが、やっぱりモンベルのコスパはエース内ぐらいすごいんですね。これやっぱ他のメーカーでは絶対できへんし、やっぱ中小のちっちゃい企業ではこんだけ数作れへんから多分値段も下げれないんですよ。だからすごいなということで、これ前2万円やったかな、2万800円の消費税ということで2万2000円とか2万3000円ぐらいだったかな、それぐらいで買ったんですけど、これを紹介していくので、今日の流れとしてはですね、まず形をどんな形なんか見てもらって、特にねこれレインウェアって言われてるから、こう雨とかに強い仕様になってるんですよね。でそれを見てもらって、で特徴とかもお話ししていって、次はデメリットはですねとは言いながらこれがちょっと微妙ですかねっていう話をして、次にはおすすめの人、こういった方にはおすすめやと思いますよ、サイズ感という順番でいきたいなと思います。形から見ていきましょうか。モンベル紹介しますねというとですね、モンベルかという人もいてれば、やっとモンベルですかと喜んでくれる人もいてるし、これ結構様々で反応がはっきり分かれるね、あのブランドにはなってるんですけども、モンベルと胸に書いてますよね。ほんで中央のジップはですね、これ止水ジップを使われてますね。ちゃんと雨とかが入らないような設計になってるジップなんですけども、パッて開けてみると内側にもちゃんと当て布というか生地が採用されてるんですね。これ何かというと、例えばですよ、もし仮にこう止水ジップちゃんからちょっと水が入っちゃったとなったとしてもですね、しっかりこの中の生地があるので、中に着てるロンティーであったりとか、パーカーであったりとか、そういうのが濡れないようなことを考えられてて、だいたいこれ止水ジップ使ってるやつってこういう中にね、あのインナーのフラップっていう、これフラップって言うんですけど、これないんですけど、これはちゃんとやっぱレインウェア用に特化して作られてるから、こういうところまで考えられてたりだとか、あとポケットもこれさすがですよね。ポケットのね両脇にポケットあるんですけど、これはね普通に止水ジップ使われてて、開けると中にポケットがあって、これは財布とか長財布は入るぐらいの大きさになってて、あの袋も入ってました、収納袋も入ってたりするんですけど、こんなんがあったりするということなんですけど、やっぱりこう気になるところというのはこの上ですよね。この上側にそのちょっと空いたところから水が入らないようにちゃんとこれも生地を採用されてるんですよね。だからこう雨がねどんどんこう下に落ちていくときに、ちゃんとこのフラップがあるおかげでポケットの中にも水が侵入しないような設計になってると、ここまで考えられてもうめちゃくちゃ作られてるという感じなんですけど、そんな感じですよね。ほんで特に後ろは言うことないから、ええか。ほんでもで裾のドローコードはあれですね、なんかこれ変わった形してるな、前と後ろは紐が入ってないんですね。だから両サイドしか紐が入ってないので、両サイドは調節するけども、この前と後ろに関しては別に特に調節とかできないですね、いくら引っ張っても。これちょっと変わった形しますね。ほんでじゃあ次は特徴に行きたいなと思うんですけど、このねストームクルーザーの特徴ってもう何かっていうと、もう完全防水、やっぱりそのカッパ用としてね作られてるから、レインウェアで完全防水であるっていうところがもう何よりの特徴なんですよ。でそれが随所にこう散りばめられてるんですけど、もちろん生地はねゴアテックスって言って絶対濡れませんよっていう生地を採用してるのは当たり前ですよね。そんなことはよく知ってるよということになってますので、この動画見ていただいてる視聴者の方っておそらく大体皆さん、大体ね昔はこう前髪を M 字バンクにして襟足を無駄に伸ばしたりしてる時が多かったと思うんですけど、それでねちゃんとケープで固めててもやっぱり雨風の時なんかはちょっとこうなんかしなってきたりね、やといってもこうアイロンで引っ張って伸ばしてこう前髪をまた M 字バンクに作るんやけども、
雨風でこうしなってきたりすることってあると思うんですけども、まあ、このジャケットやったらですねちゃんと濡れへん、生地が濡れへん採用してるから、こうフードパッてかぶってあげれば頭も濡れませんので、あの逆毛を立ててケープをしたとしても安心していけるよということになってますし、まあ、さらに言うとさっき言ったみたいにあれですよね、こうフラップジップの内側に生地が採用されてたり、あのこのポケットの上側にちゃんと生地を採用されてるので、よりほんまに濡れへん、どう着てても濡れへんよっていうような形にしてるっていうのがこのストームクルーザーならではの特徴なんですよね。あんまり他のメーカーノースフェイスとかでもクライムライトとかあるんですけど、こういう生地が採用されててここまで配慮されてるのってやっぱりあんまり見えへんかったりするので、まあ、ここはさすがやなと思います。だからぜひギャル男の方には着てもらいたいなと思う一着かななんて思ったりしてますね。ほんで次の特徴としてはですね、あ、その普通のカッパなんですかとっていうわけだけじゃなくて、何かっていうと他のメーカーよりも丈夫な生地を使ってるんですね。まあ、あの具体的に数値も出してないんですけど、このね生地がねナイロンっていう生地なんですけど、ナイロンってもう世界でもトップクラスに生地が強いっていうのはもう僕の動画でもずっと喋り続けてるんですけど、そんなコットン、ポリエステルいっぱいありますよね。シルクとか、あのアルパカとかいっぱいあるんですけど、アラミドとかいっぱい繊維がある中でもナイロンって一番強いって言われてるところの、さらにこれは自社で開発してそのナイロンを2倍強くしてるらしいんですよ。だから引き先とかでビビって破れたりしてもビリビリって破れにくいのがこのモンベルならではというか、まあこのストームクルーザーならではの生地を採用してるということになってるので、よりね頑丈に作られると、だから要は強い男になれるんだよというようなジャケットになってるということなんですけども、もともとがねこれ1982年に出たって言うじゃないですか。だから39チャイになってるんですけど、この39チャイのジャケットはですね、もともと70デニールという結構比較的分厚い生地を使ってたんですよね。でそれがどんどん改良されることによって、70デニールの分厚いゴワゴワしてたジャケットから次は30まで薄くなったよと。で薄くなって、あら動きやすいじゃないのって言ったら、もっと薄くしましょうと言って、今20デニールまで薄くなってるということで、ただ薄いだけじゃなくて他の他社とは違う強い生地を採用している、強いナイロンのさらにもっと強度を増したような生地を使ってるっていうのがこのストームクルーザーならではの特徴なんですよね。だからまあ一つ目 の防水の時の特徴では言ったんですけど、まあ、ギャル男の方に安心して雨から守ってもらえるのもそうですし、まあ、二つ目の特徴で言ったら強い男になるって言ったら、まあ装飾系男子の方なんかパッて来てもらったら、これ破れたりしない、俺は強い男なんだぜというアピールにもなりますし、じゃあ次の特徴というのは何かというとですね、やっぱり着心地がいいんですよね。でこれに関してはこれはモンベルやからということじゃないんですけども、何かというとですね、こうパッて開けるじゃないですか。でこの内側の生地っていうのがゴアテックスやったら全部一緒ちゃうのと思ってる方もいらっしゃれば、あなんか微妙にちょっと違うんよねっていう方もいらっしゃれば、あこれはシーニットバッカーですなというめちゃくちゃ詳しい方もいらっしゃると思うんですけど、これは何かというとですね、ゴアテックスと一言に言っても全部裏生地がやっぱり違うんですよね。でそれはその時によって、例えば T シャツで着ることを考えられてたりしたら、より着心地のいい裏生地を貼るやろうし、いやロンティーとかパーカーとか着た上で着るってなったら、あんま着心地とかって別に関係なかったりするじゃないですか。ほんと着心地よりも頑丈さの方が大事やなっていう裏生地を貼ったりするし、その時その時によってそのジャケットの、ね、目的によってやっぱ貼る裏生地が違うんですけど、これに関してはより肌に当たっても着心地がいいシーニットバッカーっていうのが使ってるんですけど、まあ何かっていうとふわっとした網目があるんですよね。だからこう触っててそんな分からへんけども、実際肌に触れてみるとそんななんかあの雨具特有のベターとする感じはないんですよね。でまあそれはモンベルやからっていうことじゃなくて、まあゴアテックスでね、その裏生地が何しますかっていうのがいっぱいあるんですけど、まあそれのより着心地がいいやつを採用されてるということになってるので、まあこの辺に関してはノースフェイスのね、あのクライムライトジャケットも同じような感じになっているので、まあ、ここは別にモンベルやからとかいうことではないんですけど、まあ、とにかく着心地がいいということになっています。ほんでもって次はね、ちょっとこれはモンベルならではの部分にはなってくると思うんですけど、より何て言うんですか、無駄なカットを減らしてこう縫い目を減らしてるっていうのがこれモンベルならではなんですけど、どっからじゃあヒント得たのと、これ確かに日本のメーカーって言ってたよね、大阪のメーカーって言ってたよね、ほんでじゃあ日本からインスパイアされたんじゃないの、はいその通りということになっ てですね、着物からインスパイアされたらしいんですね。着物からインスパイアして、よりカットを、無駄なカットを減らして縫製を減らしていけば、網目から水の浸出もなくなるし、より高機能なジャケットが作れるんじゃないのということでね、あのアルファベットの K にモノって書いて、これ着物って読むかどうか分からへんけど、 K って書いてモノって書いてる裁断を採用してるんですね。だから結構パッて見てもらうと、あ確かにこの脇の部分には縫製があるけども、普通この肩のとこってバキーンってこう切れ
れてるじゃないですか。でもこの肩のところのバギーンのやつもないし、ほんでレインダンサーとかと比べたらね、ここの真ん中に切り口あるのはここも一緒なんですけど、このスタッカーにももう一個あるんですよね。大体これクライムライトノンセスのやつもあったりするんだけど、こんなんもなかったりするので、よりこう無駄なねカットっていうのはないというところで、まあそんなんも多分レインウェアっぽいですよね。こう無駄な縫製がないから、その塗ってるところから水が入ってこうへんようになってますよということになってるので、まあやっぱりレインウェアに特化したジャケットだなーなんて思ったりするんですけど、まあそんななんか特徴ということになってるんですが、じゃあ次デメリットとは言いながら、どこがちょっと微妙なんかというところですね、お話していきたいなと思うんですけど、ちょっと一回実際着ていきますね。ちょっと中着た状態で、これなんか赤のジャケットに着るみたいな信号みたいになってますけどね、なんか青のマスクでもかぶってたら信号になるんちゃうかい、それは問題でいうことになってるんですけど、まあそんな感じでね、こうやってインナー結構ごついの着てもね全然問題なかったりするんですけど、じゃあデメリットは何かというとですね、今この現時点で明確にこのストームクルーザーの悪いところは見つからないんですよね。だから分からへんということになってて、これ正直こんだけ細かい部分まで考えられてたりとかしてたら、デメリットがほぼないんですよね。着心地もいいし、無駄なカットないし、ほんで生地も薄いから動きやすいし、収納もできるしって考えたら全然悪いとこないなみたいな感じになってるんですけど、まあ、ただ一点ちょっと気になるなっていうのが、最初も言ったみたいに裾のドローコードあるじゃないですか、ここがないんですよね。前と後ろがないので、せっかくこうやってギュッて引っ張るじゃないですか。ギュッてこうやって引っ張ったとしても、横はねしっかりこう閉じてくれるんですけど、ここに関してはね全然風が入ってきたりしやすいんですよね。だからこれはあえてしてるとは思うんですけど、ちょっとこの辺に関してはどうなんかなと思ったりするので、この辺までしっかりねゴムを入れておいてくれればよりフィット感が増すと思うんですけど、まああえて入れてないのにはおそらく理由はあると思うんですけど、僕個人的には入れといていいんちゃうかなと思ったりするので、まあこれ人によって違うと思うので、デメリットと言えるかどうかわからないので、まあそんな感じということになってて、次おすすめの人、どんな人がおすすめなんかというとですね、やっぱり元々がねレインウェアっていうことになってるじゃないですか。でレインウェアってなってるんですけど、日本ってめちゃくちゃ雨の多い国じゃないですか。って考えた時に、別にこの山岳用のレインウェアとして作られてるから、まあ登山とかのレインウェアとして着るのはまあもちろんなんですけども、それ以外にやったら普通にまあ街中とかで別に着てもいいんちゃうかなとは思うんですけど、一応メーカーとしては登山のねレインウェアとして作ってたりするらしいので、こう街中用としてっていう感じではないんですけど、まあ雨が多い日本やったら、別に通じ木とかやったらね、まあ、毎日雨降ると思うし、それ以外にやったらこうやって途中で言ってたようなこう収納袋がついてるから、別に着ひん時はこんなカバンに入れとったらええやろうし、まあ、使い勝手の部分では多分そんな悪いっていうことないと思うんですよね。それこそ、まあ、この一つスカイモデルというかレインダンサーの方になってくると、これよりもさらに3分の1ぐらい軽くしてあるんですよね。こっちのレインダンサーが 335g、 まあそれでも軽いですよね。 T シャツ1個分ぐらいの軽さなんですけど、こっちのストームクルーザーは 254g なんで 100g ぐらい軽いんですよね。まあそれはなんでなのというと、まあ、生地がね薄くなってて、さっきのこの黒の方に関しては50デニールあるので、もうちょっと分厚い生地になってるから、例えば冬とかねやったらこっちの方がいいと思うんですけど、まあ、春夏とかちょっと暖かい時に着たいとか、持ち運びをよりしたいっていうんやったら、まあ多分こっちの方が薄い20デニールなんで、持ち運びとかもしやすいような感じだと思うんですけど、まあこの辺が、まあおすすめの人になってくるんじゃないかなと思います。だから逆に言うと、冬とかはあんま着いひんかなみたいな、こんだけ薄かったりしたらあんま冬は着いひんと思うんですけど、まあそれが向いてる方かなと思うんですけど、じゃあ最後はですね、サイズ感に行きたいなと思うんですけど、サイズ感がですね、これ僕 L サイズを今着用してるんですね。178cm、69kg で L を着てるんですけども、僕モンベルのジャケットなんかを持ってるんですけど、ちょっとなんていうんですかね、ユニクロよりは若干大きい。やけどパタゴニアほど大きくないんですよ。要は何が言いたいかというと、日本メーカーにすると少し大きく感じるけど、海外ブランドほどは大きくないっていう感じなんで、まあ、L やけど若干ちょっと大きめかなみたいな。でもかといって M まで下げると多分だいぶちっちゃくなっちゃうので、まあ元々こういうのはインナー着ること考えられてるから、まあ別にいつも買ってるようなサイズ感で購入してインナーを着込んでいったりとか、もしくは T シャツだけで過ごしたりもできるような感じで着るっていうのがまあいいとは思うので、まあ、普段のサイズ感でいいとは思うんですけど、若干気持ち大きめやなぐらいに思っとったらいいんかなと思います。はい、ということでですね、本日はですねモンベルのストームクルーザーを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。